さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2022-2023、レギュラーシーズン第5週で行われる予定だった試合で、中止となっていた試合の代替試合が1月27日と28日に行われるので、その試合の見どころについて少し話していきたいと思います。それでは今回行われる対戦カードは、東京羽田対エニオス。先ほども話した通り、第5週で行われる予定でしたが、中止となっていて、代替試合が1月27日と28日に行われます。画像の通り、昨シーズンの対戦成績はエニオスの2勝という結果でしたが、2試合ともに第1クォーターからリードしたエニオスが優位に展開していき、勝利を収めています。データを少し見ていくと、2戦ともにシュート精度の面でエニオスが高確率で決め、リバウンドでもエニオスが上回る形になり、特に2戦目は圧倒した形になりました。東京羽田としてはエネオスのターンオーバーを誘発することはできていたものの、インサイドのディフェンスは機能しきれず、2ポイントの確率を下げることができず、苦しい試合となっていました。今回の試合で個人的にポイントとなってくると感じている点を見ていくと、まず東京羽田としてはサイズで不利な部分はあるので、ある程度インサイドで失点するのはやむを得ないところもありますが、3ポイントもやられてしまうとより守りにくくなってしまうので、警戒したいですし、リバウンドはやはりどれだけ取れるかはキーになると思います。東京羽田は第8週の日立ハイテクとの2戦目は敗れはしたものの、前半はインサイドのディフェンスが機能したことで優位に展開できました。その試合では日立ハイテクマレム選手に対して積極的にダブルチームに行ってインサイドを機能させず、リバウンドも取れたことで攻撃では早い展開に持っていけてましたし、優位に展開できました。しかし後半は前半のようなディフェンスが機能しなかったことで敗れた形になりました。この試合の前半の戦い方はエニオス戦でもポイントになりそうですし、そういった戦いを1試合通して遂行できるかもポイントになりそうです。一方エニオスとしては相手のプレッシャーに対してミスが多くなって流れを失っていた部分があるので注意したいですし、攻撃面ではインサイドは当然警戒されるので、ダブルチームに来た時にいかに周りの選手が合わせていけるかはポイントになると思います。ちなみにエニオスは昨シーズン悪かったターンオーバーの多さに関しては今シーズン改善している傾向はあると思いますが、それでも相手のプレッシャーディフェンスに対してミスをしてしまい、相手に流れを与えてしまっているシーンがあるので、その点は先ほども話した通り注意が必要ですし、3ポイントも武器でもあるエニオスですが、今シーズンはその点に関してはまだ本調子ではなく、今回の東京羽田戦ではその3ポイントがどれだけ入ってくるかもポイントになってくるかもしれません。それでは個人的に今回の試合でポイントとなりそうな選手を一人ずつ紹介したいと思います。まず東京羽田の注目選手は本橋奈子選手。本橋選手は昨シーズン同様に今シーズンも途中から試合に出る形をとっていて、その中でも勝負どころではさすがのパフォーマンスを見せています。東京羽田は今シーズン途中から2ガードの形をスタートから採用する試合も多く、本橋選手も軸丸選手、川島選手と同時起用される時間帯も多く、そういった局面ではシューティングガードのような動きをとっていると思います。より得点を取ることに専念する形になると思いますし、負担という面では相当軽くなっていると思うので、その分活躍が期待できる部分はあると思います。対エニオスという観点で見ても、やはりチームとして3ポイントをどれだけ決めていけるかも重要な要素となってきますが、シューターの高野橋選手はもちろんのこと、高原選手、淡津選手なども3ポイントを期待したいですが、勝負どころでの決定力という意味では、本橋選手にかかる期待は大きいですし、アジアカップ MVP に輝いた時のように爆発力もある選手なので、エニオスとしては当然警戒してくると思いますが、その中でどれだけ活躍できるかは注目だと思います。続いてエニオスの注目選手は、藤本真子選手。藤本選手は主力選手が非帯同の時はチームの得点源として活躍していました。今回の試合ではどのような起用になるかは分かりませんが、それでもしっかりと結果を残せるだけの選手ですし、第8週の伝送戦の2戦目のように貴重な得点も取れる選手。3ポイントに関してはまだ本調子ではない印象もありますが、ミドルレンジに関しては非常に安定していますし、エニオスのようにインサイド、アウトサイドともに警戒する選手が多くいるチームの中で、藤本選手のようなどこからでも得点を取れる選手はキーになりますし、東京羽田からすると藤本選手のようなプレースタイルの選手をマークするのは難しく、藤本選手が活躍することで周りの選手にもいい影響があると思います。今シーズンのエニオスは星選手が飛躍した選手として1番に上がってくると思いますが、藤本選手もプレータイムをある程度もらえた試合ではしっかりと結果を残していますし、今回の対戦でも活躍が期待される注目の選手だと思います。
ということで、今回は1月27日と28日に行われる試合についての個人的な見どころなどについて話していきました。今回は2試合のみの開催ですが、お互いのチームのファンはもちろんのこと、他チームのファンの方もぜひこの機会に見てみてください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。